はい、皆様こんにちは。マイケルの靴旅でようこそ。今回は、なんとですね、明石まで来ちゃいました。はい、明石まで来ちゃいましたよ。JR が、山側、山陽電鉄本線が海側です。はい、これがね、私が持ってる山陽電鉄明石駅の2001年のダイヤ改正時のものです。はい、 JR はどうやって行くの。とりあえずただ山側に行くと、この明石駅のね、このね、通りに、この通りに住んでるんですね。それが私立明石公園の、これ明石公園の側の、ホームです。おー、で、ね、新快速はこの神戸駅の次はここなんですよ。はい、で、山陽本線が公開になったのが1991年頃なんで、もう29年前なのかな。はい、明石駅の、感じはこんな感じです。 JR は高槻とか京都方面安行きとか西明石行きとか姫路方面網走行きとかありますね。はい、JR の本線に行きたいと思います。トロッコ列車の、こういうのです。じゃあね、こっち行ってみます。なんかね、どこかしら、どうですか。あ、あれか、あ、これか。よし、ジアで明石駅止めてます。はい、行きましょう。では本題のね、山陽明石駅の方に行ってみたいと思います。よいしょ。さあ、山陽はどっち？これ JR 側に、ああ、ありました、ありました。洗濯機ありました、ありました。私はね、持ってるの、明石駅の2001年のこれ広告。いやー、すげえ、やばー、これが明石駅のケンタッキーです。やばっ、うん、おお、ジャストマッチ、うん、では山陽本線の方行ってみたいと思います。お次が10時4分阪神三宮駅の普通車です。阪急方面は高速方面で連絡と。はい、今ね、特急特急。これは、あ、今次ね、12分です。霞ヶ丘まで先着、ガルミエは直通特急が先着と。で、姫路行きの通車は11時2分発。東二谷まで先着という感じですね。さあ、三宮の明石駅は、こんな感じですね。あるかな。ありますね。時刻表いただきます。はい、芦屋になりますので、こちらが西宮の方の時刻表。こんなんですか。はい、31分、はい、31分ね、はい、それで何分なんだ。ここが12時40分ですね。12時40分、はい、
はい、ありがとうございます。特急ですよね。特急です。上田駅です。ありがとう。はい、ありがとうございます。あった、すげえ2タイプあったわ。ありました、もう一個ありました。いや、まさかね、板宿駅と同等ですか。すげえ、あった、ここにもあるわ。あら、すげえ、ね、赤城駅2タイプありました。よかった。それで僕の持ってた方で、ね、他にもう一個ね、満州使用金庫の中橋支店にも、ね、あったんで。ケンタがこっちで、満州のが中だったかな。ごめんね。これね、ケンタッキー見るの。ケンタッキーグダグダになってきました。それじゃないですか。糸丸前ですね。糸丸前駅まで行っちゃいます。はい、今回はですね、 JR および山陽電鉄の中橋駅に、行ってみたという感じですか。今回は以上です。